これまで数々のラーメンを記事にしてきた、S、スタイルラーメン担当、鎌田氏さらにあらゆる情報も駆し番組スタッフが徹底リサーチチャージと S スタイルが厳選した今回のイケてるラーメンイケメンは宮城のブランド豚漢方豚を使ったあっさりながらもコク深い中華そばそれを食するのは 年間180杯を食べ尽くすラーメンソムリエ斉藤今回の舞台は宮城の区小田原にある市富士50年以上にわたり親しまれてきた食堂を1年半前経営者の引退を機に現在のオーナーが引き継いだ昭和レトロの雰囲気が漂うお店です今までやってきたあのオーナーさんたちの。 人柄それについてきたお客さんそれが全部この店にはあるんだなと思ってなくしたくないともっともっといい店にしたいと思ったからできると思ったからやりました、ね、店の伝統を受け継ぎながら新たに生まれ変わった一杯がこちら中華そば円うわおいしそう,もう丼が到着した瞬間にいい香りがしてきました。 いただきます。ああ。柔らかい出汁の旨味が、こうじんわり優しく、こう体に染み込んでいきます。旨味すごくしっかりしてて、こう醤油だれもね、角がない、丸みのある醤油だれですね。ああ、美味しい。スープに使うのは、漢方ハーブを配合した飼料で育てられる栗原市のブランド豚。

もちっっっとししててていてしっかり腰もあってスープともよく絡んでますスープがこうあっさりすっきりしているので細麺を合わせてくるのかなと思いきや中太麺をの細麺だとねこのスープに負けちゃうんですよバランス考えてこの太さにしました絶妙なバランスですよね乗っているチャーーシューもんう,豚うーんこれ甘みもあってうまみがものすごく強いこれをおかずにこの麺をねすすりたくなっちゃう。 うん、ここで S スタイルからもう一つおすすめが餃子に使われているのも漢方豚もっちもちの皮に包まれた漢方豚のひき肉はほのかな脂の甘さと力強い肉のうまみが年内いっぱいはコロナ早期収束を願ったお得なキャンペーンも実施中です。<noise> 美味しかった。ああ、まだ口の中が美味しいです。ごちそうさまでした。今回のイケてるラーメンイケメンは漢方豚を使った。あっさりしていて、コクのある一富士の中華そば。場所は宮城の区小田原国道45号沿いすぐ隣にはファミリーレストラン駐車場はありませんが、店の裏にはコインパーキングがあります。